1、2、1、2、1、2、3、取れ、皆さんこんばんは。元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木香音です。今日はですね、手話バッティングセンターさんにまたまた撮影のご協力いただいて、こちらのストライクアウトで私のスピードボールの球速測定をしていきます。見ての通りですね、もともと私は性別が男性だったんですけども、今これで性転換手術を受けて女性になったので、果たして男子時代の頃と球速がどのぐらい変わるのかって検証してまして、2週間前に出した動画がこちらで102キロだったんですね。その時にあのコメントで、お前もともと男性だったら102キロじゃなくて130キロぐらい投げるんじゃないなっていうあのコメントいただいたんですけども、私はとあるあの男性のボールをですね、手術で摘出してるんで、男性的なあの力が出ないわけですよ。なので私のことは女として見てください。そしてですね、私は今年の4月までに球速110キロを目指すっていうことをこの前宣言いたしまして、その宣言から約2週間ぐらい経ってて、それまでにちょっとトレーニングをしてますので、中間報告的な感じで今日はあれから球速が何キロ伸びたのか検証していきたいと思います。その時にやったトレーニングがインナーマッスルと走り込みなんですけども、果たして何キロ伸びてるのか検証していきます。行ってみましょう。では意気込みをどうぞ。本気でいきます。真夏の格好ですけど、これが本気度です。102キロ出ました。全部全力だ。ただちょっと体力切れ。もうちょっとコントロール絞って投げたら。でもスピード出ないですね、絞ったら。そうなんですよ。7番。投げるんじゃなくて、ちょっとボールのペース考えて飛ばしで投げるかもしれないです。繰り上げしないとダメじゃないですか、これ。そうです、繰り上げになりますね。さかの109キロ。本気モードのスタイルが、この110キロ、あ、109キロ読んだ。そうですね。やった方がいいですか？やった方がいいです。はい。
もう行きますよ、本気です。1回目がこれか、こんな感じですよね、多分ね。そうですね、多分こんな感じだったと思うんですよ。で最後ら辺でスピードまた落ちちゃったんですよね。ウォーミングアップの時が103キロぐらい、106キロ、210キロ、うわー嬉しい。合計何球投げたんだって感じですけど、何球分投げれるんでしたっけ。16球分ですってことは32、32、1試合分くらい投げましたね。80球くらい投げましたね。1試合私投げました。あのペースで。それ疲れますよ。ということで、投げ終わって今汗だくなんですけども、なんとか、4月春までにですね、目標としていた110キロ超えることができました。111キロ。ありがとうございます。もうこうなったらもう4月までに。4月中までに120キロ目指します。頑張ります。120キロ目指すためにこれからですね、引き続き体がごつくならないように綺麗に筋トレして頑張っていきます。よろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。もう手首がパンパンすぎてやばいっすよ、本当になんか変に釣ってんですよ。111、ありがとうございます。